それでは、本日コロナ時代に知っておきたいインド進出セミナーということで、これからインドに進出を検討されている企業様、もしくはインドでさらに事業展開をしていき、もっともっとインドを知っていきたいというようなお客様向けにですね、インドにおける、会計税務、会社法、人事労務面における最新情報と注意点ということで、こちらを浅く広くという形でお伝えさせていただければなというふうに考えております。私、講師を務めさせていただきますのは、東京コンサルティングファームインド、ムンバイの方に昨年春から赴任しておりました東海林と申します。どうぞよろしくお願いいたします。まず目次ということで、まずはインドのコロナ状況、そしてインドの基礎情報、2番目に会社法、コンプライアンス、3番目に会計税務、4番目人事労務で、5番目最新情報という形でお伝えさせていただければと思います。まずは、一番最初に導入ということで、新型コロナウイルスの影響についてお話しさせていただきます。皆様もニュース等でご覧になっているかと思うのですが、実際に、本日で、大体もう600万人ほどのですね、累計感染者数ということで、この調子でいくと、もう、世界1位の人数になってしまうのではないかというような形で、感染者数が増えております。もともとは、デリー、チェンナイ、ムンバイ、そしてバンガロールといったような大きい都市を中心に感染者が増えていたんですけれども、大都市でのロックダウンを機にですね、そこで出稼ぎに来ていた、出稼ぎ労働者が田舎に戻って、地方でも感染者をどんどん増やしているというような状況になっているというふうにお伺いしております。ロックダウンの現状としましては、3月末頃に本土全土のロックダウンを開始しまして、6月頃から段階的なロックダウンの解除方向に向かっておりました。9月1日からはアンロック4.0ということで、そこまで大きな変化があるわけではないんですけれども、段階的にロックダウンを解除しているというような状況です。皆様、気になられている点としましては、やはり国際線であったりとか、日本人の方の新規ビザなんかが気になるかと思うんですけれども、現在、国際線はですね、限定した臨時便であったりとか、あとは、チャーター便なんかで、年に、デリーから日本であれば、失礼します。月に、3、4回といった形で、3、4便出ておりまして、日本からインドの方もだいたい月に2便ほど出ているというふうな形でございます。また、就労ビザをすでにお持ちの方は、そういう就労ビザを使って、そういった臨時便に乗ることができるんですけれども、新規で取得される方というのはですね、まずはチャーター便、臨時便を抑えていただいて、そこから申請いただくと大使館にて新規ビザでも取れるというふうにお伺いしております。次に、州をまたいだ移動でしたり、公共交通機関についてもこちら記載されているんですけれども、こういったところは、それぞれの州であったりとか都市によってばらつきがありますので、何とも言えないんですけれども、限定的にメトロであったり電車であったりっていうのも再開していたりだとか、レストランやモール、ホテルなんかも再開しているというような情報を伺っております。次に、早速インドの基礎情報ということでですね、失礼しました。インドの基礎情報ということで、皆様ご存知の通り、インド共和国の首都はデリー、最大都市はムンバイということで、人口は世界第2位、言語はヒンディー語、英語、その他21言語ということで、南の方はですね、タミル語なんかが主流となっていたりとか、西の方、北の方というのはヒンディー語が主流となっておりまして、一方、こちらに準公用語に英語とあるんですけれども、日系企業で働かれるインド人、大卒のインド人なんかはもうかなり高いレベルの英語が話せるということで、そういった方々を相手にビジネスを行う場合には、比較的言語の壁は低めというふうに言われております。
一方でこう生活をしていく中でタクシーに乗ったりだとかお店で何かを買い物されるときなんかは英語がもう全くわからないという方も非常に多いですので、その辺のこうギャップっていうのが大きいのがインドの特徴であります。通貨はルピー、法人人口はですね約1万人ということで、だいたい6割から7割はデリー近辺に住んでいると言われております。宗教は8割が、ヒンディ教徒、次にイスラム、キリスト、シーク教徒、仏教ということで、もうさまざまな宗教が、入り混じって、生活しているというような状況です。識字率は 74% と出ているんですけれども、ちょっと低いように感じる方もいらっしゃると思うのですが、デリーであったりとか、都市部においては8割以上、まあ、識字率が非常に高いということで、一方こう農村部になってしまうとどうしても女性の識字率が5割程度になってしまうこともあるので、まあ、そういった形で 74% と出ております。アクセスは、まあ、こちらの通り、主要な都市には直行便も、通常であれば、飛んでおります。次に、若者人口の増加ということで、左側がインド、右側が、中国のグラフになっておりまして、まあ、ご覧の通り、中国は韓国や日本のように少子高齢化の道へ、進んでいるんですけれども、日本インドはですね、平均年齢が 27.1 歳ということで、人口増加が今も続いており、2025年くらいには中国とトントン、2030年には中国を抜いて世界1位になるというふうに言われております。こちら GDP なんですけれども、2016年からちょっと4年間比較してみると、なかなかコロナにかかわらずですね、GDP の成長率というのが下がってきているというような現状もございます。なぜ昨年こんなに GDP が低いのかと申しますと、やはり、玉ねぎが売れなかったりですとか、まあ、物価が上がってしまって、個人消費の冷え込み、そしてまあ自動車が売れなかったりとか、そういった形で2019年は非常に不景気というふうに言われていたんですけれども、まあ、今回2020年はですね、このコロナの影響で、まあ、さらにマイナス成長というふうになってしまうのではないかというふうに、出ております。次に、地域差ある物価上昇率ということで、まあ、こちらパッと見ていただくと、お分かりの通り、上の方、北の方ですね、デリー近辺なんかは、白っぽく、薄い色でなっているんですけれども、一方南の方は、濃い青になっているかと思います。濃い青になっているところは物価上昇率が高いというふうになっているんですけれども、なぜ物価上昇率、この地域別に出した表を載せたかと申しますと、やはりインドにおいて、インド人社員の昇給というのが毎年 10% ずつアップしているというような現状がございまして、これはなぜかというと、やっぱり物価も 10% ずつ上がっているんだから、従業員の給与も 10% 上がるのが普通だろうというふうな形で昇給されていたんですけれども、こうやって見てみると全てのところがもう、これ2019年のデータなんですけれど、物価が上昇しているというわけではなくてですね、やはりもうこう一概に 10% 上げるというのではなくて、昇給の制度であったりとか、そういった仕組みというのが重要になってきているというふうなことを示しております。次に、まあ、インド社会の特徴ということで、ここでは6つ挙げさせていただいているんですけれども、まだインドに行かれたことがないような方でも、まあ、イメージできるような形で写真と描写という形で紹介しております。一つは、まあ、交通渋滞ということで、ラッシュアワーはですね、やはりこう空港から離れた、ちょっと少し離れたこう道になってしまうと、バタボコで塗装されていなかったりとか、あとは自転車や自動車、バイクだけでならいいんですけれども、ここに書かれているオートリキシャ、インドのトゥクトゥクのようなものですね、であったりとか、野菜なんかを乗せる台車、または牛や動物などで非常に混み合っておりまして、夕方だいたい6時頃ですかね、6時から8時、6時、7時なんかは、オフィスがある、
混み合っている部分ですと、やはりもう渋滞がかなり続いているというような状況です。まあ、そういったこともございまして、新しくこう拠点を設ける方であったりとか、進出するというところでオフィス探しをされるかと思うんですけれども、オフィスや駐在員様のアパート探しには、やはりこう混みにくい広い道路を、の近くにある建物物件を紹介させていただいたり、紹介はというかそういったアドバイスをさせていただいたりとか、あとは、そうですね、就業規則、まあ、就業時間といったところを、一番混む6時が就業時間ではなくて、5時半というふうに設定させて、させることによってですね、だいぶその従業員たちがラッシュアワーに巻き込まれないような、企業の取り組みということもできるのではないかなと考えております。またベジタリアン大国インドということで、インドの国民の半分近くがもう菜食主義者ということ でただ、野菜しか食べれないというわけではなく、まあ、こう宗教によってそれぞれ、食べられるお肉の種類が異なっていたりですとか、また家族によってもどのくらいこう厳しいベジタリアンなのかそうではないのかというのも変わってまいりますので、従業員様とお食事に行かれるときとか、もしくは飲食店を出したいというような、ことがありましたら、そういったところも気にする必要があるかなと考えております。次に、まあ、こうカースト制度の名残ということで、まあ、こちら左側の写真がですね、ちょうど、巨大洗濯場の、ムンバイの巨大洗濯場で撮影した、写真と、あと下が、インドのメイドさんの、写真になっているんですけれども、やはりカースト制度が廃止されたとはいえですね、まあ、その職業であったりとか、あとは、その個人個人の名字なんかで、カーストっていうのが分かってしまうので、インド人の間でこうカーストというふうな口には出さないんですけれども、やはり職業であったりとか、あとは、工場、オフィスの人事マネジメントにもこのカーストっていうのが大きく関わってきます。あとでロームのところでも出てくるのですが、まあ、そういった、カーストがやっぱり逆転して役職がカーストが低い方が高い役職に就くことによって、あまりこう人事マネジメントがうまくいかないといったようなケースもありますので、この辺ちょっと気にしていただくと、よりこうインドを理解できるのではないかなと考えております。次に盛大な家族イベントということで、左側はの写真はですね、インドの一番大規模なお祭りということで、エガネーシャのお祭りなんですけれども、まあ、そういったこう宗教のお祭りであったりとか、あとはこう結婚式葬式なんかというと、まあ、家族でやっぱりお祝いしたいとか、1週間休まれたりとかするんですね。やっぱり会社をこう運営していく上で、いきなりこうある役割を持った方が、明日から1週間休みますというふうなことを言われても、ちょっと会社としても回していくのが大変になってしまうので、まあ、そこは就業規則等に大型連休をですね、取る場合には1ヶ月以上前に報告するようにしてくださいというふうなルールを決めておくことをお勧めしております。またですね、おしゃべり好きなインド人ということで、例えば、こう仕事に関わることですと、給与明細をまたはこう就昇給率なんかをですね、社員、他の社員にこう聞き合ったり見せ合ったりとかっていうような、機密情報をこう拡散されてしまうというようなことにつながったりですとか、あとはこうよくこう電話をかけるので、重要な取り決めも電話で済ませてしまうことが多いですね。まあ、そういったところでこうしっかり口約束で決めたとこもメールで残しましょうといったようなルール付けを弊社では行っております。次に、最後ですね、イエスと言ってしまうインド人ということで、こう何でもノーというのが失礼といいますか、例えば今日の何時までできるよねというような納期の確認であったりとか、もしくは採用面接なんかの時に、こういったことはできますかって言った時に、もちろんです、はいというふうに、自信満々に答えてしまうというところがあるんですね。もともと自己肯定感が強い人種というのもありまして、
そういったことがを、まあ、鵜呑みにしてしまいますと、やはりこう後々になって、例えばこう経理ができますって言っても全くやったことがなかったとか、納期も何日までできると言ったけれども全く終わってなかったというようなことにつながりますので、そこはこうイエスと言われても疑う視線というのが重要になってきます。次にこちらはインドにおける小売の規制緩和ということで、2018年にですね、インドで単一ブランド小売業は 100% の出資が可能になったということで、まあ、これを機にユニクロさんですとか、まあ、いろいろな小売業の日系企業様が進出するきっかけとなりました。日系企業というところでですね、まあ、全体として見ますと、インドに進出する日系企業さんというのはどんどん増えているような形です。まあ、こちら急激にこうブームというのはまだ起こっていないのかなと思うんですけれども、まあ、徐々に撤退していかれる企業様もいらっしゃいますし、まあ、どんどん進出してくる企業様もいらっしゃるということで、まあ、現在は1441社、こちらジェトロさんの2018年のデータになっているんですけれども、こちらの企業様が出られております。まあ、先ほどこうデリー、ムンバイ、チェンナイ、バンガロールというように4都市の名前を挙げさせていただいたんですけれども、まあ、それぞれの州でですね、こういった企業様、自動車を中心にまだまだインドは自動車の企業様が出て、サプライヤーさんも一緒に出ていくというような形が多いので、こちらを見ていただくとそれぞれの街の特徴っていうのが見えてくるのかなと思います。具体的に首都デリーということで、北の方ですね、デリーの特徴としましては、やはりニューデイ、グルガオン、マネサール、ニムラナということで、エリアによってこうだいぶ特色が変わりまして、ニューデリーであったりグルガオンというのはオフィスなんかで注目されていたりとか、新しいこう、日系の、日本食のレストランができたりとかっていうので、まあ、非常にこう栄え、どんどん栄えているというのが特徴があります。マネサール、ニムラナというのはですね、工場地帯ですので、工場地帯ですので、大規模な工場、日系の工場が多いです。進出のメリットとしましては、まあ、やはりこうデリーが首都でありますし、まあ、他の工業地帯にも、距離的にも近かったりですとか、あとは、日系企業の数、日本人の数というのが他のとこと比べても圧倒的に多いので、まあ、そういったコネクションなんかを利用して日本人向けのサービスをするということも可能ですし、コネクションを利用して大きなビジネスをするということもしやすいというふうに言われております。ただ最後の転校生活、娯楽についてというところなんですけれども、3月から10月、特に5月ぐらいですかね、非常に暑く、体感でも40度から50度くらいの暑さになることがありまして、一方11月から2月というのは焼き畑で非常に空気が汚いというような状況です。また他都市に比べて日本人を狙った犯罪も多いと言われております。次に、バンガロールです。バンガロールは IT の街として、まあ、米国系の企業からも注目されていたりですとか、スタートアップが推進されているため、まあ、様々な新しい日系の企業さんが進出されたりしております。そうですね、トヨタ関連、トヨタさんの関連会社というのも非常に多くて、あとは生活面ですと、他の都市と比べて牛肉が食べれるという珍しい都市ですし、あとはお酒も自由に手に入ったりですとか、あとは、標高が900メートルぐらいで高原になっているので、一番過ごしやすい街というふうに言われております。次に、ムンバイ、まあ、私が1年間赴任していたところなんですけれども、ここは、銀行、証券会社、保険会社などの、まあ、金融機関が多いということで、例えばこう中インドの中央銀行なんかの拠点であったりも、ムンバイにございますし、あとはこう大きな、財閥の拠点なんかも、ムンバイにございます。最近では、まあ、不動産であったり
にですとか、あとは、グジャラート州からの引いている、鉄道計画ですね、といったところで鉄道関連、あとはこう、無印良品さんなんかを中心とした小売業界にも注目されております。セブンイレブンさんなんかもムンバイから広げていきたいということで徐々に注目を集めている場所です。ムンバイの特徴としましては、港があるためアジアの輸出拠点にできるということで、ムンバイで、を拠点としてヨーロッパであったりとかアフリカに輸出する拠点にできるというような、特徴がございます。天候の特徴としましては、やはり6月から9月のモンスーンシーズンというのがもうバケツを逆さまにしたくらいの大雨が毎日降り続くような状況でして、非常にその時期は過ごしにくいというふうな形です。自動車の街チェンナイということで、最後にチェンナイを紹介いたします。インドのデトロイトと呼ばれるほどですね、自動車産業が盛んでして、スリシティという日系の工業地帯には、日系の企業さんも多く進出しております。インドの進出メリットとしましては、位置的にですね、東南アジアに近いため、輸出入、アジアとの輸出入の拠点にしやすいというところです。天候生活に関しましては、やはりこう他都市に比べて保守的な方、ヒンドゥー教徒が多いので、こうお酒が手に入りにくかったりとか、あとはやっぱり、こう派手な感じのこうムンバイの印象よりも、やっぱり物価が若干安くて、お手頃な価格で外食ができたりとか、そういったこう、よりこう質素で保守的なイメージがある街でございます。ここまでが、一番の基本情報となっております。次にですね、会社法コンプライアンスということで、実際に、進出する際に、どういった、形で進出するのかというのを見ていきたいです。まずはインドへの、進出形態としてこちらの4つが挙げられます。駐在事務所、プロジェクト事務所、支店、現地法人ですね。こちらの、駐在員事務所から、支店の3つはですね、外国法人というような位置づけになっておりまして、申請先はインド中央銀行、インド準備銀行である RBI になってきます。それぞれ特徴としましては、こうビジネスの、規制なんかがございますので、後で後ほど紹介させていただきます。一番下の、現地法人がですね、一番、インドでこうビジネスを広げていきたい、インドで、製造してインドで販売していきたいといったような企業様は、こちらの現地法人という形で出されることが多いです。現地法人はもちろん内国法人になってきますので、申請を行う会社、申請の期間はですね、会社登記局 ROC というところになってきます。こちらは外資 100% の所有が可能な形態になっております。今 RBI、ROC というふうに出てきたんですけれども、 RBI というのは、こういった外国法人の事務所設立の認可というところを行っていたりとか、あとはこう海外送金であったり、増資といったところで、申請する場所になってきます。2番目の ROC はですね、インドにおける会社の登記を、全て管理しておりまして、例えばこう住所、登記をした後にお引越しをする、あと取締役を変更する、あとは、インド会社法に関わるこうコンプライアンスなんかも、全てこう ROC が管轄しているというような形になっております。次に、事業展開の中でですね、駐在事務所って、どんなことができるんだということで、こちら記載させていただきました。駐在事務所はあくまでも日本本社とインドにいるお客様との連絡拠点ですので、売上を上げること、営業活動っていうのが基本的に禁止されております。ただですね、駐在事務所であっても会計監査を毎年行わなければならないので、こうそういったコンプライアンスというのは、売上が立たない状態であっても気にしていかなければならないという形です。次にですね、支店です。
支店は駐在員事務所に比べまして販売など、営業が活動ができるのですが、こちらの、列挙された、ことですね、事業であればできるということで、特に、製造業、加工業というのは、行うことができません。で、一番多いと申し上げた現地法人ですね、こちら現地法人の中でもいくつか、形態がございまして、公開会社、非公開会社というような株式有限会社の中でも2種類ございますが、大体多くの企業様は非公開会社、プライベートカンパニーという形で出されます。インドの企業様の会社名を見てみると、なんとかなんとかプライベートリミテッドというふうに書かれて PVT、LTD なんかで会社名が割っていると思うんですけれど、こういった会社様は非公開会社となっております。非公開会社では、株主は2名以上50名以下ということで、より、具体的な会社の機関としまして、このように、4つの機関から成り立っております。株主は、非公開会社であれば2名、取締役も、同様に、2名以上ということですね。監査役、監査委員会及び内部監査に下の方に記載の通りです。上の方に会社秘書役というのがございます。それは何ぞやと言いますと、こちらのスライドで、紹介させていただきたいのですが、払い込み資本金額が1億ルピー以上の会社様には会社秘書役というですね、有資格者になってくるんですけれども、そういった資格を持った方で企業のコンプライアンス管理であったり、議事録等の作成などに携わるものでして、そういった方を、常設しなければなりません。ただですね、取締役であれば1名の取締役が20社ほどの、会社の取締役になることができるんですけれども、会社主役は1人につき1社ですので、なかなか、その難しい試験を合格して、まだ他のどこの会社の CS にもなっていなくて、コンプライアンスの業務、実務もできる方を探すっていうのは非常に難しいですので、で日系企業様の多くはですね、CS の名義借りを行っているというような会社様も多いので、そういった方を紹介させていただいて、名義借りを行って、実務なんかはアウトソースしたり、内部のそういった経験のある方にやらせているというようなケースもございます。次に、インドの株主総会です。株主総会は、こちらの規定に記載の通りで、年1回ですね、開催ということで、通常であれば9月末までに、監査を終了させて、株主総会を行うというような形になっております。今年はちょっと、例外でして、12月末までと延長されているんですけれども、通常であれば9月末ですね。開催地が、会社登記住所となっておりますので、株主の方が、インドの登記住所のところに、その時だけですね、インドに行っていただくか、もしくは法人株主であれば委任状を作成していただいて、インドにいる方に委任して参加していただくということが可能です。次に取締役会はこのような形で、最低年に4回、3ヶ月に1回というような形で、コンスタントに開催しなければなりません。こちらはですね、開催地がインド国外でもOK になっているので、例えば取締役1名インド人、2名日本人というような形であれば、日本で開催するということも可能です。次に、会計税務です。インドの、税制というのはですね、直接税と間接税 GST というふうに分かれております。このようになったのもですね、2017年に複雑な間接税制、間接税制を統一しようというような形で、統一税制 GST というのが導入されました。
税率はこのような形で、食品なんかは 0%、 一方高級ホテルなんかは 28%、 その他の、弊社のコンサルサービスなんかといったような向けのサービスなんかは 18% というふうに決められております。 GST コードというのがございまして、もちろん設立した会社様はすぐに登録していただくんですけれども、州をまたいで工場であったりとか販売拠点オフィスなんかを構える場合には各地で登録を行います。 GST の申告がございまして、こちらの2つ目のダイヤのところですね、毎月20日までに納税しなければなりません。また GST 換算もございまして、一定の年間売上がですね、規定の額を超えた場合は GST 換算も行う必要がございます。次に、法人所得税ですね。法人所得税は、こちらは旧税制になっておりまして、2019年の9月に変更され、こういった新しい税率になっております。以前はですね、外国法人が 40%、内国法人が 25% もしくは 30% だったんですけれども、内国法人に限りですね、法人税率が 22% とぐっと下がりまして、また、2019年10月以降に設立した製造の会社様はですね、法人税率 15% という形になりまして、よりこう外国企業が、インドに内国法人を設立するいいタイミングというか、嬉しいお知らせというふうな形になっております。こちらの留意点ということでですね、新たな新法人税制度を適用する場合は、最低代替税が適用されないこととなりますので、こちらを適用したい場合はですね、しばらくはこちらの、旧税制に従っていただき、タイミングというのはそれぞれの会社次第となっております。次に、移転価格税制ということで、こちらは、グループ間取引ですね、海外、例えば日本法人とインド法人であったりとか、そういったところの取引の際に、適正な価格で取引されているかというようなところが論点となってきます。こちらも最近より厳しくですね、そういった移転価格に関するコンプライアンスであったりとか申告というのがあります。はい、こういった形でドキュメンテーションであったりとか申告というのが必要になってきます。こちらインド移転価格のリスクの事例ということで、後ほどスライドを見ていただければと思います。次にですね、こちら監査の種類ということで、インドの監査についてご紹介いたします。いくつか監査の種類がございますが、その中でもスタチュタリーオーディット、法定監査と呼ばれるものはですね、主に財務諸表に関する会計士の監査になってくるんですけれども、こちらは全ての会社に義務付けられるものとなっております。またその下が内部監査、次に税務監査、あとは他のちょっとあまり回答する会社様がないんですが、監査委員会による監査、特別監査、原価監査、そして先ほど紹介した GST 監査というふうなさまざまな監査がございます。ここまでで、会計税務について、終了いたしました。駆け足で進んでしまって申し訳ないのですが、次に人事労務に入らせていただきます。先ほども出たんですけれども、またインド人の特徴ということで、やはりインド人というのは東南アジアと比べても日本と比べてもだいぶこう考え方であったりとか、カーストもそうですし、こう独自の文化慣習というのがございますので、こういった形で、こう多くのインド人の傾向なんかを学んでいただいて、
人事マネジメントに生かしていただくというのがいいかと思います。この中ではですね、やはり1番目のカースト制度、2番目のスペシャリスト型、3番目の教育上の違いということで、2番目を特にあれなんですけれども、日本であれば、マルチタスク、1人の方が採用されたら、その方がこうやっぱり幅広くプロフェッショナル型というよりかはいろいろなこうタスクを学んだり、まあ、時には掃除をしたり、時には、上司のサポートをしたり、時には雑用も行うというような形でさまざまなことに対応できるんですけれども、インドの場合ですね、やはりこうジョブディスクリプションにあらかじめ書かれたような決められたことのみをやる傾向が強いですので、例えば管理職にマネジメントをしてほしいというのであれば、そういったこうマネジメントをやるという本人の仕事ということもあらかじめ分からせるためにジョブディスクリプションに記載をするなり明確に伝えておく必要がございます。またこうちょっと余談になってしまうのですが、例えば先ほどの掃除であったりとか雑用とかそういったことはもう本当にただお茶だけを持ってくる役職ティーボーイ、チャイボーイですね、という方がいらっしゃったり、掃除、ただひたすら掃除だけをする社員がいたりとか、ドライバーがいたりとか、そういった形で、決められたことのみを、お互いにやるというような、形が多いですね。次に、4つ目、5つ目、6つ目ということで、4番目、40歳までの、転職。こちらはですね、まあ、途上国であれば仕方がないことなのかもしれませんが、まあ、3年程度でインドでも転職というのが、次々会社を変えて、一般的にこう同じ会社内であれば昇給率が 10%、で転職をする際には昇給率 20% ということで、やっぱり転職を繰り返すほど昇給率であったり給与が上がる傾向にありますので、そういった形でこう若い間はどんどん転職をしてキャリアを積んでいくというような傾向がございます。次に、5つ目の役職にこだわるということで、インドの方とやり取りしますと皆さん役職がついてるんですね。平社員であれあってもエグゼクティブというような役職がついていたりとか、そういった形でこう役職が欲しがるので、そう簡単にこうマネージャーといったようなジェネラルマネージャー、ナショナルマネージャーというふうに与えてしまうのではなくて、その、役職ステータスに、昇格する仕組みであったりとか、その、役職の定義付けというのをあらかじめしていただく必要がございます。こちらも、先ほどと似ているので飛ばさせていただきます。雇用契約の締結ということで実務的なお話になってくるのですが、雇用契約書ですね、こちらは進出する設立する際に作成していただく必要がございます。ポイントとしましては、下の方ですね、真ん中の方ですか、真ん中の方の試験期間条項ということで、インドではだいたい6ヶ月程度の試験期間というのを設けるということがありまして、なかなかこう解雇というのが難しいし問題になりやすいということで、試験期間であればですね、解雇することができるということで、そういった期間を設ける必要がございます。次に、機密保持条項ということで、こちらはもちろんやっぱり情報といったところを守る機密保持の条項を記載する必要がある。そして、競合非市条項ということで、退職後に同じような競合の会社に再就職をしたりとか、あとは同じような会社を設立してしまうということを防ぐためです。最後に福利厚生についても記載が必要ということで、まあ、こちらこうちょっと就業規則とダブってしまうというお話があるかと思うのですが、休暇の日数であったりとか、あとは、退職金とかっ
ていうところですね、そういったところは、雇用契約書に記載していただいて、一方、有給の買い取りであったりとか繰り越しであったりとか、そういったこう申、有給の申請方法、休暇の申請方法といったような細かいところを就業規則に記載いただくような形となります。次に、解雇条項ということで、こちらこう解雇に関する条項もですね、あらかじめ記載する必要がございます。次に就業規則です。就業規則はあくまでも任意で作成というふうになってくるんですけれども、結構、多くの日系企業様は、細かく就業規則を作成して、例えば女性の服装であったり、あまりスーツを着ないのでサリーならいいけれどもジーンズはダメですよであったりとか、あとはこう遅刻をしないとか、あとはこの本当に細かいことも記載するような形となっております。次に工場法です。細かいところはこちらを見ていただくと分かるかと思うのですが、工場法、工場を設ける際にですね、やはりこう雇用者の年齢によってもこういった規定があったりですとか、あとは女性は工場で19時から翌朝の7時までの勤務はできないというような決まりがあったりですとかあるんですけれども、こちらの店舗及び施設法というのがですね、工場以外で働かれる方、いわゆるホワイトワーカーですねと呼ばれる方々の決まりとなってきます。こちらを見ていただくと分かるかと思うのですが、項目が上、項目ではないですね、週が上にありまして、週ごとに若干異なっているのが特徴です。こちらはあまり違いがないんですけれど、こちらですね、例えば休暇の名前扱いであったり、繰り越し可能かどうか、繰り越し日数であったりとか、あとは、使用期間の期間であったりとかっていったところも週ごとに変わってきます。で、一番下のところは残業代ですね。残業代は基本給の2倍というふうに設定決まりがございまして、そちらをお支払いする必要がございます。次に賞与支払い法ということで、こちらも対象の従業員というのがですね、月額賃金が2万1000ルピー以下のということになりまして、非常に低い給与の方ですね、工場で働かれる方などに適用するような法律となってきます。次に産休法、こちらの対象従業員を見ていただくと、女性従業員全員ということで、紹介させていただきます。産休法はですね、インドではなんと半年以上ございまして、その間ですね、解雇もできないだけでなく全額の給与を支給する必要がございます。ちょっとそれは手厚すぎというような形で、逆にこう女性の社会進出を妨げるのではないかというような意見もあるんですけれども、2017年に、更新されたような決まりとなっております。次に、非雇用者積立基金及びザスコということで、こちらは、よく、インドでは PFPF というんですけれども、英語でですね、法令のところで The Employees Provident Fund と書いてあるので、その Provident Fund の PF ということで、こちらが対象企業が、従業員の数が20名以上になりますと、こちらをですね、積立金というのを会社側が賃金の 12%、従業員が賃金の 12% を今ずっと積み立てていて、退職の際であったりとか、あとは何かこう大きな家族イベントがあるときに引き出せるような積立金というふうな形で、やらせていただいて、そういったものに加入しなければなりません。次に、退職金支払い法ということでですね、こちらは、10名以上の、
従業員様がいらっしゃる場合、そして対象の従業員は5年以上勤務された方にはですね、月額給与、基本給プラス物価調整手当割る 26×15× 勤続年数、この公式に当てはめて、退職金というのが支払わなければなりません。こちら労働組合法になっております。労働争議に関してもやはりこうインドにおいてですね、解雇、賃金、昇給、労働条件の交渉なんかで非常にこう不満が高まってくると、やっぱり家族絡みで訴えてきたりですとか、裁判になっても2年3年と、それ以上ですね、裁判が進まないというようなこともありまして、インドのちょっと労働争議というのは厄介なものになってきます。そのためにこういった形でこう和解であったりとか、そういったこう裁判になる前に、第三者の弊社の弁護士もよくそういったこう日系企業様の和解といったところに入らせていただくんですけれども、第三者の意見を聞きつつ、お金であったりとか、あとはこうディスカッションであったりとかで和解していただくというのが一番いい方法だというふうに感じております。こちらは日系企業様が抱える労務の問題点ということでですね、いくつか挙げさせていただきましたが、3つですかね。はい。こういった問題はですね、実際にこう日系企業様であった問題でして、やはり、人事マネジメントといったところは、カーストも絡んできますし、また役職であったりとか、あとはこう、経理スタッフ、経理マネージャーと、他のマネージャーとの癒着で昇給率を勝手に高くしたりとか、そういったことがありまして、問題になってしまい、やっぱり日本法人が気づいた頃には非常に遅かったりですとか、日本法人がこう解雇にお勧めようとしたのを知った瞬間にストライキに走ったりとか、そういったことがございますので、結構そうですね、そういった、従業員の問題というのは慎重に扱う必要があるということと、あとは、こういった問題が起きる前に先ほどの雇用契約書であったり就業規則であったり、人事評価制度であったり昇給の仕組み、昇格の仕組みといったところを、あらかじめ設定しておくというところが重要というのが、こういった労務問題で分かってくるのではないかと思います。最新の動向としましては、一応ちょっとトピックがバラバラになってしまうんですけれども、こういった形で、コロナでですね、延長になったこう税務関係であったりとか会社法関係であったりっていうのが、あったりですとか、あとは、コロナ期間中に、解雇や、減給っていうのができなかったんですけれども、5月に、やっぱりそれは取り消す、そういったことを取り消すというような、お話になったりですとか、結構、途上国というのもありまして、一度出された発表であったり、一度出されたこう期日っていうのがたびたび変更されるという特徴がございます。で、こうさらっと2017年から2020年4月までのインドで起きた主な出来事ということで、2017年の7月の GST の導入であったりとか、あとはそうですね、大きなことであれば2018年6月に、マハラシュトラ州をはじめとして、プラスチック製品禁止ですね、そういったことがこうぐんと進められたりですとか、あとは2019年9月に先ほどの法人税率の引き下げといったところですね。あとは2020年もちょろちょろっとコロナを中心として出されていたり、以前からこう導入しようとしていたフォームであったり申告っていうのが実際に導入されたというような出来事がございます。こちらも後で見ていただければなと思うのですが、はい、こちらですね、ちょっとおまけのようなものになって
ってしまうんですけれども、設立をする際に、まあ、こう新しくこうスパイスフォームというのが導入されまして、まあ、設立登記窓口は一本化ということで2020年2月から変わったんですね。なのでこう銀行口座であったりとか他の税務番号といったところもこういった一つのフォームでまとめられたというような形です。そこでですね、必ずこう新設の現地法人には最低でも1人のインド人の取締役が必要になったりですとか、そういった形でこう新しいルールが生み出されました。次に、このような形で、まあ、ちょっと最新情報というのからずれてしまうんですけれども、インド進出成功への戦略ということで、まあ、弊社が考えるこうポイントですかね、こちらを挙げさせていただきました。まあ、やはり、こういった、駐在員様であったりとか、まあ、日本人で日本側から管理する仕組みであったりとか、まあ、一方で、インド子会社の、ローカルマネージャーであったりインド人スタッフを、まあ、しっかり育てて、そういった方々が中心となって、マネジメントできるような組織というのを作っていくであったりとか、かなり、こう長期スパンでインド成功といったところを、考えていかなければならないというところですね。最後に、TCF インドの、紹介ということで、さらっと紹介させていただきます。我々東京コンサルティングファームインドというのはですね、弊社はもともと、日本の小さな会計事務所から海外に一番最初に成功した国というのがインドでして、それが2007年に弊社インドで設立しておりまして、進出13年目ということで、だいたい90社から100社ぐらいのお客様がいらっしゃいます。現地には4拠点ございまして、本社機能がデリーにありまして、ムンバイ、バンガロール、チェンナイということで、まあ、大体日本人7名ほど、そしてインド人40名ほどの組織で行っております。会計士は大体8名から10名、弁護士は3名、会社秘書役2名を含むスタッフということで、進出から現地の会計、税務、法務、人事労務のサポートも行っております。成長段階に合わせた支援ということで、まあ、まずは設立であったりとか、設立の前段階のパートナーを探したりとか、現地の調査を行ったりとか、そういったことも行いまして、まあ、いざ進出設立を行った後に最初のセットアップ、会計税務、人事労務、そういったところを整えた後に、だんだんこう成長期、成熟期を超えていきますと、財務分析であったりとか組織力強化のコンサルティング、そして、なるべくその今までこうアウトソースしていたものを内製化できるような、そういったこうローカルスタッフの教育、教育制度といいますか、そういった方々の、例えば経理の教育とか、そういったことも行っております。こちらは、弊社の、スタッフとなっておりまして、まあ、私も、2020年2月まで、ちょうど、ムンバイにいたんですけれども、今ちょっと一時帰国が長引いているというような状況で日本におりまして、コロナが収束して、まあ、通常通り渡航できるようになれば、こういったメンバーと一緒にインド側で、やっていくような予定でございます。こちらは、インドのですね、弊社インド本というふうに言っておりまして、こういった今回紹介したような、こう浅く広い知識からやっぱりもっと細かく各法律の背景であったりとか税率といったのがこう辞書代わりに使えるような形でまとめた本がございますので、ちょっとこちらお値段書かせていただいてたんですけれども、セミナーに参加いただいた方ですとか、あとはこう実際にお会いできる方であれば、直接私の方からお渡ししております。はい、これで以上になります。ご清聴ありがとうございました。とですね、今回、
紹介した内容ですとか説明にですね、飛ばしたところ、割愛させていただいたところがございますが、後ほど、資料を眺めていただいて、何かご質問であったりとか、もっと聞きたいことなどがございましたら、お気軽にメールや電話で、聞いていただければなというふうに思っております。どうぞよろしくお願いします。